こちらの細長いハート型の葉っぱをしたやつ、タイの山芋の大女です。市場でも時々売られていますけども、まあ、ものは試しで私の庭で栽培してみました。で、これ、よくよく見ると、上の方にこの通り、ムカゴができています。このムカゴって食べられるんでしょうかね。ちょっとよくわかりませんけど。まあ、増殖にも使えそうですね。あ、ちなみにこれ絡んでる木は、飴玉の木、です。英語で、グースベリートリーとか言ってるやつですね。あ、スターベリーか。グースベリートリーは、また別の木ですね。で、今朝ちょっと見てみたら、これ、根元のところ、土が盛り上がっちゃって、こんなところに芋がすでに出ています。結構大きくなって土が盛り上がっちゃってます。これ収穫時期なんでしょうかね。どうなのかよくわかりませんけど、でも盛り上がっちゃってるということはかなり芋が一株で大きくなっているんじゃないかというふうに感じ取られます。収穫時期はどのくらいなんでしょうね。これ植えてから半年かそこらしか経ってないと記憶してるんですが、これ落ちたムカゴから発芽してますね。これもついに植えちゃおうか。そうですね。ムカゴも収穫して植えちゃって、この芋掘りましょうかね。ちなみにこれ、普通の山の芋みたいにすりおろしてとろろにして食べることも可能です。ただ、すりおろした芋がすぐに茶色っぽくなるので、見た目はいまいちなんですけどね、味はまあ普通に山の芋としての味がしますので、これ、大抵の生活の上では、結構和食材料として使えそうです。まあ今後のところでは山かけだとか短冊切り山芋ステーキ、お好み焼きにすりおろしたやつを混ぜるだとかいろいろ使えそうなので個人的に期待しています。今ちょっと水をかけて盛り上がった土を流して様子を観察してみたんですけども、どうもこの芋、ここが先っぽでこっちにある茎につながってるみたいです。だいたい長さにしてまだ20センチ程度ということで、実際市場とかで売られてる大樹なんてのは50センチ以上、それも途中でカットしたような、そんなのが売られているということが多いので、これはまだまだ伸びそうだなというふうな気がいたします。そんなわけでもう1年これ栽培して様子を見ようと思います。収穫はだいたい1年か2年ぐらいかかるんじゃないかと、そういうふうに推測されます。あとでまあこれ土を、水で流して、そして芋の表面が現れたところはまた再度固めの土かぶしておいて、そして乾燥防止しようと思います。